皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。回答時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してみてくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。家族で花火鑑賞のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、おじいちゃんの洋服のボタンの数が違いました。二つ目は、お母さんのズボンがスカートになっていました。そして三つ目は、女の子の子供が洋服のポケットが消えていました。2問目です。お祭りで金魚すくいのイラストです。答え合わせです。まず一つ目は、女の子の眉毛が消えていました。二つ目は、ここの金魚が消えていました。
そして3つ目は、女の子が着ている浴衣の模様が違いました。最後の問題です。梅雨の雨宿りのイラストです。答え合わせです。まず一つ目は、傘の模様が違いました。二つ目は、真ん中の子供が着ているカッパのボタンの数が違いました。そして三つ目は、一番左のてるてる坊主の口が違いました。以上で問題は終了です。いかがでしたか？この動画で使用した間違い探しは、知の種のホームページで無料でプリントして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。